やっぱ今回走ったメンバー全員すごいみんな速い人だったので、あの刺激もらいながら気持ち高まって走れたのが、まあ、ベストにつながったかなと思います。正直なんかそんな感覚もめちゃくちゃいいってわけではなかったんですけど、でも今日のアップとかしてる感じでは、あ、なんか今日なんか楽に走れるな、ちょっと自信持って頑張ろうみたいな感じで走れたので、なんかいつもよりかはなんか気持ち若干楽になんか挑めたんかなと思います。本当にこれまでの学生生活で個人では一つも一番全国取れたことないので、まずはまあ一番を目指すですけど、一番ばっかなったらやっぱちょっとなんかガッて硬くなるかもしれないので、まあ自分のできることをして自分信じてその場に立ったらしっかりまあ記録もついてくるだろうなと思うし、タイムは53秒前半をしっかり出せたらいいなと思います。見てます。印象に残ってる競技とかしますか？やっぱり 400m ハードルは見てるんですけど、やっぱ速調を見てたら15とか14でいったハンド見てて、自分も15で3台目か4台目までいけるから、自分ももっとこれを磨いたらあの人たちぐらいに走れるはずと思いながら見てました。いい刺激を、はい、すごいいい刺激もらって自分も頑張らないとって思ってます。今日立命の方々が4人、その4人の先輩方とか同期と一緒に走れてすごい楽しかったっていうか、400すごい緊張したんですけど、みんないてくれはったから、まあ、その他の方もみんなお知り合いなので楽しく走ることができてよかったなって思ってます。暑さはどうですか？だいぶ暑いなって思ってて、もうちょっとアップとかの方法とかもう変えていかないとあかんなと思いながら、これぐらい暑いと、でもだいぶなんか去年より暑いような気もするくらいなので、しっかり暑さ対策してこれからもやっていこうかなって思います。立命館の3人で大学部で選ばれるか決まってないんですけど、全日本インカレの 400m ハードルで 1,2,3 取って自分もその中に入りたいっていうのと、 4×400m リレーで優勝、メンバーにちゃんと入って優勝したいっていうのが全カレの一番の目標です。